サンフラワー、サンフラワー7、サンフラワー7は、関西基線が運航していた、クルーズ客船。竣工時は、ロー,ロー下客船若塩丸であった。黒潮丸に続く、関西基線の沖縄航路向けのロー下客船の第2船として、薄木鉄工所で建造され、若塩丸として1973年6月に、阪神奄美沖縄航路に就航した。 1978年3月、フェリー黒潮の投入により、フェリー航路化されたため掲戦。1978年末に、海外就航可能なクルーザーへの改造を決定し、X 丸構想委員会を設立し、近海国際線級の取得、収容人数1000名、船底のベッドが、皇室の充実と、皇室席数とベッドの比を1以上とするの4点を、 目標とし、その後ゆとりと安全性を考慮し内工事805名、外工事500名の定員とし1979年6月に改装を完了しサンフラワー7として再就航した。関西汽船で初めてサンフラワー塗装が導入され、春工直後は国内クルーズに持ち12月には国際線休取特に向けての改装を行い12月24日より、 海外クルーズ運用を開始した。主にチャーター客船として使用され、少年の船、青年の船、修学旅行、養生セミナーなどで利用された。主な団体利用としては1980年の四国、創価学会所属メンバーの横浜訪問、1987年から1989年まで3回のピースボートによるクルーズが行われている。百九十一年、 海外焙煎され、ギリシャのエピロティキラインでアポロンとして就航した。クルーズ客船として使用され、定員は500名に減少した。1995年に、ミノアンラインズに売却され、ミノアンプリンスとなった。2002年11月、シーファイターナフティッキーエテリアへ売却され、ゴールデンプリンセスとなり、イラクリオン発着のミニクルーズで使用された。2007年4月に、 ピレウスの造船所でドライドックに入ったが、その後、安全基準の強化のため、運航はサントリーニ島発着のワンデークルーズのみに限定された。2011年以降、イラクレオンで掲載されていたが、2014年4月、解体のためトルコへ売却された。クルーズ客船への改造にあたり、船首甲板と船尾甲板のクレーンは撤去されたが、 右限船尾に設置されていたランプウェイは残された。船体の上部と後部に船室が増設され、片言5層ずつ救命ボートが設置された。下客船を改造したため、バスト入れ付けの船室は2室のみであるなど、クルーズ客船としての設備は不十分であった。海外売船後、残されていたランプウェイも撤去され、デッキが延長されるなど、クルーズ客船として、 さらに改造を受けている。ありがとうございます。